はい、こんにちは、レトスノーノです。4月1日の3問に入る前にアドバイスさせていただきます。今日から4月です。試験まであと6ヶ月ちょっとです。これまで勉強してきた期間でどれだけ実力がついたか、これをしっかり検証しましょう。私自身が受験生の時は1月から勉強を始めて、4月の時点で全く実力がついていないことに気づいて勉強法を変えたんですね。4ヶ月間の勉強をあと6ヶ月間続けたとしても合格できないと判断して勉強法を変えたわけです。もし自分の勉強法と結果を検証していなかったら、おそらく実力の上がらない勉強を続けていて合格できなかったと思います。この1週間で検証作業をぜひ行ってみてください。具体的には解いたことのない過去問や模試、これは去年の問でもいいと思います。これを一度解いてみてください。で、その点数で実力がわかります。これは毎日の3問よりも非常に重要な作業になってきますので、今年合格するためにもぜひ行ってください。それでは本日の3問に入ります。 B は A に対して B 所有の土地の抵当権設定に関する代理権を与えた。しかし A は B 所有の土地について C と売買契約を締結した。 B は C が善意無価質であってもその売買契約を取り消すことができる、丸か×かという問題です。この問題考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文をご確認ください。問題文の状況なんですけれども、B 所有の土地ということなので、B さんが本人ですね。で、B は A に代理権を与えたので、A が代理人、で、C が相手方という状況です。ただ今回ですね、この代理権の内容っていうのは、抵当権設定なんですね。抵当権を設定していいですよっていうふうに代理権を与えたにもかかわらず、売買契約をしているってことは、これ権限外の行為をしているってことなんですよね。権限の範囲っていうのは、抵当権の設定なんですよ。にもかかわらず、売買契約をしているってことは、権限外の行為を行っているということですね。で、これっていうのは、無権代理行為をしたということなんですね。したがって A は無権代理人というふうに考えます。なんで B が本人、A が無権代理人、C が相手方ということですね。で、無権代理行為を行うとどうなるかっていうと、契約に効力生じないんですね。しかし、相手方が善意無過失の場合、つまり、A がこの無権代理人であることを過失なく知らなかった場合ですね。この場合っていうのは、表権代理が成立して、契約は有効になるんですよ。つまり、本人 B っていうのは、無権代理だから契約の効力は生じないっていうふうに主張することができなくなっちゃうんですね。言い換えると B はもう契約通りに履行しないといけないんですよ。つまり B は売買契約を取り消すことができないということなんですね。そして表権代理がどんなものか知らない方も多いと思うんですけれども、表権代理が成立したら無権代理の行為も契約有効になっちゃうんだというふうに頭に入れておけばイメージしやすいんじゃないのかなと思います。で、今回は表権代理が成立して契約有効なので、売買契約を取り消すことができないから誤りだということですね。で、表権代理が成立する場合っていうのは5つあります。改正前は3つだったんですけども、改正民法になって5つに増えました。で、これはつなげてちゃんと覚える必要があります。記憶するテクニックの基本中の基本なんですね。このつなげて覚えるっていうことは。なんでぜひですね、試していただければと思います。個別指導では、テキストや過去問集の解説だけじゃなくて、動画でもこの表権代理についてまとめておりますので、受講者専用の動画にその動画を貼っておきますので、リンク貼っておきますので、そちらからご確認ください。それでは問2に入ります。宅建業者 A が B 所有地の売買の売買の依頼を受け、B と専任売買契約を締結した。A は B の申し出に基づき、契約の有効期間を6ヶ月とする旨の特約をした時でも、その期間は3ヶ月となる、丸か×かという問題です。答えは丸ですね。専任売買契約の有効期間の最長期間というのは3ヶ月なんですね。それよりも長い期間で特約しても3ヶ月に短縮されます。なので今回の問題、6ヶ月っていうふうに契約してるんですけども、これは短縮されて3ヶ月になるということです。で、これっていうのはお客さんを保護するためのルールなんですね。専任売買契約をして、もしその売買業者がしっかり募集活動をしていなかったら、依頼者困りますよね。 B さんは困るわけですよ。
でも3ヶ月という規定があれば、3ヶ月を経過した時点で他の業者に変えることができますよね。だから専任媒介契約の有効期間は最長3ヶ月っていう風なルールにしてるんですね。ちなみに専属専任媒介契約も同じです。一方、一般媒介契約、これについては有効期間のルールはありませんので、どれだけ長くしてもまた短くしても構いません。その理由っていうのは、一般媒介契約は専任媒介契約、専属専任媒介契約と違って、他の業者に自由に頼めるんですよね。専任媒介契約、専属専任媒介契約は宅建業者1社に限られるんです。だからその1社がちゃんと働かなかったら困るわけですよ。一方で一般媒介契約は何社でも媒介依頼できるんですね。だから1社頼んだとしても、その業者が働かないっていうのであれば、じゃあ違う業者に頼みますって、違う業者にも重ねて、まあ、2社とか3社とか4社とか頼むことができる、媒介依頼をできるので、だから別に有効期間は短くても長くても構わないというふうなルールになっています。このように一つ一つ理解しながら学習進めると忘れにくくなりますし、応用力もついてきます。丸暗記学習では実力は上がりません。なぜなら何度やっても忘れてしまうからです。合格するために理解学習をしていきましょう。で、問い3ですね。仮勘地となるべき土地について質権や抵当権を有するものがあるときは、これらのものに仮勘地の位置および地籍並びに仮勘地の指定の効力の発生日を通知しなければならない、丸か×かという問題です。答えは通知不要ですね。抵当権者には仮勘地の概要を通知する必要ありません。で、これなぜかっていうと、そもそも抵当権者って所有者だったり主権者のように仮勘地を使用するってことはないんですよね。所有者とか主権者っていうのは仮勘地の指定を受けたら仮勘地を使用するんですよ。でも抵当権者は所有者とか主権者とは違って仮勘地を使用しないんですね。まあ、収益っていうのはもうこれ賃貸するってことなんですけども、まあ、所有者とか主権者っていうのは仮勘地を使用することもできるし賃貸することもできるんですが、抵当権者は使用収益する権利ないんですよ。つまり仮勘地を使うことはありませんので、抵当権者に仮勘地について伝えても意味がないんですよね。したがって通知は不要だということになります。これも理解していただければ、あ、当然だなと思いますよね。だから別に覚える必要ないんですよ。もう理解していただいたら答え導けますので、このような勉強をぜひ行っていただければと思います。宅建の勉強していて難しいな、何言ってんのか分かんないな、面白くないな、もしそう思われているのであれば、ぜひ弊社レトスの個別指導をご検討ください。宅建の内容自体はそれほど難しくありません。お持ちの教材が難しく書かれているから難しく感じちゃうんですね。弊社レトスの教材はできるだけ具体例を入れたり、イメージを入れたり、また言葉を噛み砕いたりして解説させていただいております。なのであなたにも理解をしていただけます。もし勉強していて実力が上がっている実感がない、また本試験で思った点数が取れない、そう思っている方はぜひ個別指導をご検討ください。個別指導ではやったらやった分だけ実力を上げていただくことが可能です。もしあなたが次の試験で絶対合格したいというのであれば、ぜひ個別指導をご検討ください。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひご確認いただければと思います。あなたの受講をお待ちしております。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。